では発表します。次のと言います。で、論文は、写真用法です。で、論文は Learning from all vehicles という論文で、1年前のなんですけど、去年の CVPR という学科で発表された論文です。概要といたしまして、自動運転では、多様なシナリオを考慮することが重要であって、で、この論文では、自社だけでなく、周りの車の軌道も学習サンプルとして活用しました。で、その結果、少ないフレーム数で学習が可能で、精度も良かったというものです。前提理由は、エンドとエンドな自動運転のモデルに興味があったからです。で、まず、自動運転における泛化の難しさというところですけれども、自動運転が未だに広く行き渡っていない理由の一つというのが、に泛化の難しさがあります。自動車が、公道で走行する多様なシナリオっていうのを、自動運転モデルっていうのがカバーしきれていない姿勢です。自動運転には大きく2つのアプローチがありまして、1つがルールベースで、もう1つが学習ベースです。ルールベースは、基本的には、極端に言うと FLS で書いていく手法ですけれども、ルールベースの場合で全てのシナリオを書き切っていくのはほぼ不可能です。一方、学習ベースの方ですけれども、学習ベースの方でも、なかなか難しくて、というのは、自動運転の学習データの大半っていうのは、単純な走行パターンで、ただ、自動運転で、注意したい。例えばなんか、車が接触した時とか、事故とか、そういう、サンプルがなかなか含まれてないというのがあります。なぜかというと、事故がそもそも起こらないっていうところです。ただ、その自動車の安全性を担保したいことを考えると、やっぱり事故のシーンも入っていてほしいというのがあります。おそらくそのルールベースだと、ここ想像で書けるんですけど、学習ベースだとやっぱりデータを集めなきゃいけないんで、ただ事故をわざと起こすわけにもいかないんで難しいというのがあります。で、この論文で言ってるのは、そこで周辺の車両の経験も活用したらどうかということです。で、人間のドライバーが運転する場合でも、自分の車が事故に巻き込まれることはまれです。ただ、周りの車が事故に巻き込まれているのを目撃したことのある可能性、ことあるは、それなりに高いです。というところから、周りの車の経験を自社の経験と同じように活用できれば、幅広いシナリオをカバーして、安価性能に向上につながるのではないか。というのが、本文の 背景みたいになります。で、提案手法が、Learning from all vehicles になります。提案手法、ざっと言いますと、まず、これはエンドツーエンドな自動運転アーキテクチャです。エンドツーエンドなっていうのは、つまりその、最初から最後まで微分可能なアーキテクチャということです。3つのモジュールから構成されていて、1つ目がパーセプションで、これはセンサー情報から中間表現の変換を行うモジュール。で、次がモーションプランナー。これは中間表現から、経路の、どのような経路を車が通るべきかという情報に変換するモジュール。で、最後はコントローラー。これは、経路情報から実際の制御コマンドへの変換のモジュールです。これ自体は特に新しいってことはないです。で、新しいとこ、提案手法のポイントとしては、先ほど言ったように自社と周辺の車両方を活用した学習。また、車両の位置に依存しない中間表現の獲得。で、最後に2段階に分けた学習。3つあるかなと思います。で、モジュール別に、順に説明していきます。
まず、パーセプションモジュールですけども、これは、外界センサーを中間表面に変換するモジュールです。で、外観センサーというのは、RGB の画像だったり、ライダーの、センサー情報だったり、周囲の環境の、情報です。なるべくここでロバストで汎用的な表現を獲得したい。なるべく車両非依存の表現を獲得したい。というのがあります。で、ここでやっているのは、入力センサー情報を、まず2次元マップに落とし込んでいます。で、やっているのは、単純で、CNN を使って、すいません。ちょっと細かいアーキテクチャを置いてないんですけども、ニューラルネットを使って、で、2次元のマップに落とし込んでいます。で、2次元のマップに落とし込んだ後に、車両の位置と向きに、応じて、それぞれの、マップというのの切り出しを行います。はい。で、切り出しを行います。で、このパーセクションモジュールの学習自体も単独で行います。で、単独で行う場合は、セグメンテーションとディテクションの、教師ラベルを使って行います。で、次、モーションプランナーです。で、モーションプランナーは、パーセクションモジュールの出力、特徴量と、コマンドを入力して、具体的な経路、代表点の系列を出力するモジュールです。で、コマンドというのは、どの方向に進むかの命令で、この論文で使っているのは、左折、右折、直進、車線追従、左への車線変更、右への車線変更です。この入力として、未来の N ステップの座標点を出力します。N はだいたい10から20だということです。はい。で、この N というのがモーションプランナーです。はい。この予測を行うにあたって、2つの GRU を使用しています。1つ目の GRU で大まかな予測をして、2つ目の GRU で有詳細な予測をしています。1つ目の GRU は、単純に、ですね、1つ目の GRU は、この、すみません、カーソル見えてますかね。この Y というのが、グランドトゥースの経路。で、この M というのがモーションプランナーの出力です。で、この F が、画像の特徴量で、C がコマンドです。で、この誤差を最小化する。というのが1つ目の GRU です。で、このエゴっていうのが自分の車で、このアザーっていうのが周辺の車です。で、自分の車の場合は、コマンドっていうのがわかるので、このまま最小化している。で、周辺の車というのは、実際どういうコマンドだったかっていうのはわからないので、誤差を最小化するコマンドっていうのを、コマンドとして利用して、で、誤差を計算します。で、二つ目の GRU では、一つ目の GRU で出力された経路の、補完分を出力します。これは自社のみで、この Y ティルダというのが、一つ目の GRU の出力で、で、この Y というのがグランドトゥルス。で、この差分という、補完、細かいところの推測、予測を行うのが、二つ目の GRU です。で、最後にコントローラーというのがありまして、これは、モーションプランナーの出力を実際のドライビングコマンドに変換するモジュールです。で、ドライビングコマンドというのは、2つあって、横方向の移動、スティアリングと縦方向の移動、アクセラレーションです。で、ここで全ての車両のドライビングコマンドを予測します。予測した上で、自社が周辺の車両にちょうどしそうになった場合はブレーキをかけます。また、上記のコントローラーとは別に、RGB 画像から信号、交通の信号を認識して、赤信号の際にブレーキを確認になると学習させます。はい。
で学習は2段階に分けています。でまず第1段階がモジュール別の学習で、第2段階がエンドトゥエンドでの学習です。でまずモジュール別の学習では、このパーセプションモジュールと、このモーションプランナーをそれぞれ別々に学習します。でパーセプションモジュールは外観センサーの情報を入力として、影響を調べるにはあらかじめラベル付けされた、グランドトゥルースのデータで、セグメンテーションとディテクション、この予測タスクを行います。でモーションプランナーでは、これはグランドトゥルースのマップを入力として、これは、シミュレーター上でやっているので、そのシミュレーターの地図を入力として、でモーションプランナーで予測させて、その経路を予測させるというタスクを行います。で、第2段階では、これを、一つにまとめて、エンドトゥエンドで学習を行います。第2段階では、第1段階ではグランドトゥール使ってたんですけども、第2段階では使わずに、外界センサーの、入力から直接、この経路の予測までを行って、ここで誤差を計算してバックプロパゲーションします。はい、で手法はここまでで、ここから実験です。カーラシミュレーターという、よく使われるシミュレーターを利用しています。で学習は8つのマッチで走行して、40万フレームのデータを取得して学習データに使用しています。評価は未知の町で行っています。で、3つの指標で評価していて、1つ目がルートコンプレッション。でこれは、その、特定の経路をドライバーが完走できた、距離の割合。だから、4キロのコースで、3.6 キロまでだったら 0.9。そういうイメージです。これは高い方が良くて、ディインフラクションスコア。これはどれだけ事故を起こさずに運転できたか。でこれも高い方が良くて。で最後、ドライビングスコア。これは上の2つの、スコアを掛け合わせた値で、これも高い方が良くて、これが一番重要な指標です。で次の観点で実験しています。で1つ目が多種法との精度の比較。で2つ目が、アブレーションスタジーで、周辺の車両を学習に使うことによる効果の検証。もう一つは学習を2段階に分けることによる効果の検証です。で最後に、周辺の車両というのをどの程度の範囲までの車両を学習に取り込むべきか、それについても、実験しています。論文ではもっとあるんですけども、はい、今回スライドに含めたのはこの、4点です。でまず一つ目、多種法との精度の比較ですけれども、論文提出時、ちょっと古いんですけど、2022年の1月では、多種法を権限に反してトップでした。このラブというのが、提案手法で、ドライビングスコアに関してもかなり 大きな差をつけて、トップとなっています。このインフラクションスコアは、トップではないんですけども、これは、ルートのコンプレッションが、このモデルは高いので、っていうと、どうしても、走行距離が長くなるんで、事故に遭う確率が高まるから、一番ではないけれども、という正しい書きがありました。で、もう一つ、今回の手法のいいところとして、多種法は、だいたい100万から4000万フレームで学習しているんですが、今回の提案手法っていうのは40万フレームのみで学習となっています。つまり今回の学習手法だと、1フレームでその複数の車があることが多いので、その複数の車というのを学習に活用できるから、サンプル効率が上がっていると考えることができます。で次、アブレーションスタディで、周辺の車を学習させることによって本当に精度が上がったのかというところと、学習後に2段階に分けることによってどうだったのかというところでやっています。
で、これもどちらも精度の記憶を主張していて、この上が両方言った場合ですけども、まあ、これそれぞれ、除いた場合で、まあ、高くなっているというところ。最後、表形式の結果、最後ですけども、じゃあ実際どのくらいの範囲の車両まで学習に使えばいいのか、というところで、自社からの半径をどれだけ広げるかというところで、実験をしています。で、この Vehicles Range というのが半径で、これを5メートルにした場合、15メートルにした場合、25メートルにした場合で実験しています。15メートルまでだと、まあ、大体同じくらいですけど、まあ、25メートルになるとガッと下がった。ここで考察としてあげ、可能性として挙げてられてたのは、広すぎると、パーセプションモジュールにおいて正確な検出が難しくなって、高段の処理の予測が不可能になってしまっているのではないか、ということです。はい。訂正評価、まあ、ちょっと、これだけ見るとちょっとわかりづらいかもしれないんですけども、そうですね。まあ、こういう磁石があって、で、この赤いのが、1番目がこれ実際の、これシミュレーターの画像で、2番目が予測されたマップで、3番目が、これ予測された軌道ですね。はい。で、まあ、この真ん中の青いのが磁石で、赤いのが周りの周辺の車両で、まあ、今、精度というか、まあ、よりはイメージ、こうなるよっていうくらいだと思うんですけど、まあ、他の車両の軌跡っていうのは、まあ、予測しつつ進んでいるという感じです。で、一応動画もあったんですけど、まあ、これが、まあ、ここがシミュレーターで、これが自分の車で、そうですね。まあ、車いないんですけど、そうですね。こんな感じで、まあ、他の車の車両の軌跡を予測しつつ、やっているという感じです。はい。はい。まあ、議論というか、まあ、リミテーションとして、今回の論文は学習評価ともにシミュレーター上のみなので、実際の行動での評論は、僕は未知数ということです。まとめ感想としては、です。まとめです。自動運転システムにおいて、半径大きな問題で、特に事故のような稀な事象は、学習ベースの手法だとカバーしていないというのがあります。今回の手法では、実車だけではなく、周りの周辺の車両の軌跡も学習に利用することで、この問題を軽減しています。大きく精度が向上した上で、学習のサンプル効率も上がりました。ただ、シミュレーター上での実験のため、のみの実験のため、実行動上での精度は未知数です。感想としては、アイデアはシンプルで分かりやすかった。で、手法の汎用性は高そうというのは、まあ、他のテクニックとあまりコンピューティングせずに使えそうので、まあ、組み込みやすそうかなと思いました。DRE を使ったんですけど、そのような再帰的なニューラルネットをリアルタイムで使えるのかというところはちょっと疑問でした。具体的に多様なシナリオをこれでカバーできるかっていうところは、もうちょっと考察があればと思いました。はい。以上になります。ありがとうございました。何か質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。あ、矢口です。あ、はい、こあ、んにち質は。問よろしいでしょうか。はい。今回の実験において、うまくいってなかったケース、例えば2つとそれを掛け合わせた3つの評価指標があったと思うんですけども、例えば事故を起こあ、はすとい。かっていうのは、なんか人を引いてしまうとか、なんか壁にぶつかってしまうとか、どういったケースで失敗しやすいとか、そういった分析っていうのはあったりするんでしょうか。あ、ですね。これは、
て、はい、ちょっとあんま読めてないんですけど、ちょっと論文見つりますって、ちょっと恐縮なんですけど、まあ、その、具体的にこれもうちょっと詳しいテーブルで、この ALAV っていうのが今回の提案手法なんですけど、で、これが事故の、まあ、起こらなささで、まあ、ここから結構事故があって、で、車同士のぶつかった場合、で、まあ、ペデストリアンとのコリジョンがあった場合、あるんですけど、これによると、そうですね。まあ、比較的どれもいいのかなとは、いうふうにありますね。ちょっと具体的な動画とかはなくて申し訳ないんですけど。ちなみにこれって他省と比較してると思うんですけど、それぞれ用いてる、はい、データセットの事項に対応するこうばらつきみたいなのは、それぞれモデルによって、手法によって大きく異なる可能性はあるっていう感じですか。ああ。それは分からないかですか。ちょっと分かんないんですけど、おそらくそのシミュレーターテスト、書かれていたのは、新しい街でシミュレーションしての評価ってことだったんで、実際に多分、手法によって、動く軌跡とかが変わってくるので、はい。はい。まあ、なんか、完全に同じ、シチュエーションでどうだったかっていうのは言えないと思います。あ、なるほどです。はい、分かりました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あ、いいですか？はい、どうぞ。はい。すごい単純な質問なんですけど、はい。これって何が正しいですかっていうか、結構普通のことを組み合わせてやってるように感じたんですけど、はい。なんか、何が新しかったんですか？新しかったのは、おそらく、その、他のデータも使うってとこですか？そうですね。その、まあ自分の車中心でこう画像を撮ったけど、その時に他の車両も、その、もうその自社のように扱ってで学習に使うっていうところだと思います。うん、そういうのはあんまりやってなかったんですかね？血液型の研究として。ちょっとそこは覚えてないです。ありますかね。いや、なんか、別になんか学習じゃないやつを考えたときって、まあ、社間通信とか、社保管通信とか昔からあったと思ってて、そういう意味で言うと、なんていうか、別に、なんていうか、1台でなんかを完結しようっていう方が、はい、なんか自動運転的にはちょっと変っていうか、どっちかっていうと、複数台を、なんか扱うっていうか、はい、方がなんか自動運転コミュニティ的にはなんか普通なのかなって気がちょっとしてて、なんか、はい、なかったですねっていう感想を持ちましたっていう、ちょっと感想に近いかもしれないです。なんかこういう他の車の軌跡を予測するっていうのは、それはもちろんあるんですけど、うんうんうん、学習に使ったっていうところなのかなって。と思ってますけど、それすらも別にあるんじゃないかってことですかね。いや、なんていうか、学習の目的であるかちょっとわかんないですけど、例えば、車間通信とかって、まあ、車間通信って何ですか？車と車で通信するんですよ。はい。で、まあ、要は相手が今何しようとしてるから止まるとか、はい、まあ、今、なんだろう、右側から車来てますよとかを、はい、そもそも、その、ローカルに通信して、なんか、自動運転なり、まあ、運転の補助なりをするって話って、まあ、割と普通にあった話かなと思ってて、まあ、機械学習とちょっと全然違う話なんだけど、うん、はい。そういう意味で言うと、なんか他社、他の車のデータを使うとか、その予測値を使うとかって、まあ、
取らそうっていう気もするっていう感じなんですけど、まあまあ、でも分かりました。もう学者の文脈であんまやられてなかったっていうことかなと理解しました。ありがとうございます。はい、じゃあ、まあちょっと、あんまレビューできないんで、はい。うんうん、分かりました。ありがとうございます。これちなみに前も聞いたかもしれないですけど、この論文をやってるのはどういう人なんですか？はい、ああ、すみません。CV の人なんですかね？ちょっと今調べます。はい、あ、いい、大丈夫です。あ、そうですか。なんかちょっと分かんなくて。ああ、どうなんだろう。CV ですかね。CV ですかね。うん、はい。教授の CV ですね。はい、あ、わかりました。了解です。ありがとうございます。論点の人ではないかなと思いますね。うん、はい。ロボット系とかじゃない。はい、ね。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。それでは藤野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。